アレクサンダー・ハミルトンは、アメリカ海軍の原子力潜水艦、ラファイエット級原子力潜水艦の2番艦。艦名は、アメリカ合衆国建国の父の一人である、アレクサンダー・ハミルトンにちなむ。その名を持つ艦としては3隻目。アレクサンダー・ハミルトンの建造は1960年7月22日に、コネチカット州クロトンの、ジェネラルダイナミクス、エレクトリックボート車に発注され、 1961年6月26日に寄港した。1962年8月18日にバレンタイン・ホリングス・ワース・ジュニア夫人によって浸水し。1963年6月27日にブルーハンカンノーマン・ビー・ベサック・チューサー及びゴールドハンカベンジャミン・カイシャーマン・ジュニア・チューサーの指揮下収益した。6月28日から10月18日の間に アレクサンダー・ハミルトンは、各班の乗組員による二度の成長巡航をそれぞれ行い、続いて信頼性試験を行った。1964年をはじめの公の試み後、3月16日に東海岸を出港し、新たな母校であるスペインのロタに向かう。ロタでは、第16潜水セ隊に所属し、戦略抑止商会に従事した。1965年1月に、 スコットランドのホーリー・ロッホを拠点とする第14潜水船体に配属されるページの紹介は1967年6月まで行われ6月2日に本国への帰路に着くサウスカロライナ州チャールストンに到着後6月後半にコネチカット州ニューロンドンに移動し6月18日に初のオーバーホール及び燃料補給のためエレクトリックボート車のドック入りする オーバーホールは1968年6月28日に完了し、アレクサンダー・ハミルトンは、オーバーホール後の大やけみ、検査及び成長訓練を10月に行う、11月に再びロタに向かい、12月30日到着すると紹介を再開した。続く4年にわたって、第16潜水船隊に所属し、紹介を続け、第31回目の紹介が完了すると、 アレクサンダー・ハミルトンは1972年11月にチャールストンに帰還、1973年1月に2度目のオーバーホールに入る。このオーバーホールはニューポートニューズ造船所で行われ、ポセイドンミサイル運用のための改修も施された。作業は2年に及び、1975年4月に完了、同年の残りは成長、訓練及び成長後の大やけ身に費やされた。 1976年初旬に任務に復帰32回目と33回目の紹介を行う。その後、ホーリー・ロッホを拠点として紹介は続けられ、36回目の紹介で、フロリダ州ケープカナベラル、コネチカット州、ニューロンドンに向かい、サウスカロライナ州チャールストンで活動を完了した。 1977年3月から4月にかけて修理及び回復訓練を行い、7月にチャールストンを出港、9月にホーリー・ロッフホに到着した。ホーリー・ロッフホを拠点として第39回目と40回目の紹介を行い、アレクサンダー・ハミルトンは41回目の紹介のため1978年5月にホーリー・ロフを出港、7月にチャールストンで紹介を完了した。 その後8月までチャールストンに泊まり、続いてニューロンドンに向かう。ニューロンドンには9月初めに到着し、訓練後月末に42回目の紹介に出向する。紹介は10月にホリー・ロフで完了した。ホーリー・ロフホから翌年にわたって4度の紹介を行い、1979年10月31日に46回目の紹介に出向、12月7日に、 チャールストンで完了した。1980年1月初めに、アレクサンダー・ハミルトンは47回目の紹介に向けて、チャールストンを出港し、3月17日にホーリー・ロッホで完了。同年の残りは同地を拠点として、作戦活動に従事した。アレクサンダー・ハミルトンの紹介はホーリー・ロッホから1986年まで継続した。 第二次戦略兵器制限交渉に従って、アレクサンダー・ハミルトンの退役が決定し、1986年、初めにグロトンに到着すると不活性化の準備が始められた。しかしながら、ナサニエル・グリーンが座礁事故を起こしたため、退役予定は変更された。不活性化オーバーホールが行われていた。アレクサンダー・ハミルトンは4週間のメンテナンスの後、現役任務に復帰する。 4月にチャールストンに向かい、ウキドックのアラモゴードに入居するチャールストンでアレクサンダー・ハミルトンは訓練官としての任務にも従事した。6月半ばにグロトンに帰還し、1986年の夏は海軍兵学校生の訓練公開に参加した燃料補給のためのオーバーホールをピュージェット・サウンド海軍交渉で行うことが8月に決定し、10月1日に ワシントン州ブレマートンに向けてグロトンを出港した。パナマ運河を経由して11月後半にグロトンに到着すると11月30日にオーバーホールは開始した。アレクサンダー・ハミルトンは1993年2月23日に退役同日除籍した。その後はピュージェットサウンド海軍交渉で原子力艦再利用プログラムに従って解体が始められ、 作業は1994年2月28日に完了した。ありがとうございます。